はい、ただいまということで、ゆうのさんの生誕祭、最誕祭ですけど、あれか、だからみんな一個前のとこで出撃してたのか。やる気関係ないんだね。個別指導とか指導するときは、あのなんか資料にメモしてますマークが出るから、あれがある前にはやる気を維持しなきゃいけないけど、ここいらなかったんだな、散策。あー、難しいな、これ。まあいいや、行きましょうか。行きましょうか。はい。大丈夫かな？イングリッドちゃんという副官のイレギュラー要素はあるけどね。レベル7。大司教暗殺計画に揺れる大修道院だったが、生徒らは敵の狙いが他にある可能性を探る。果たして何が起こるのか。物々しい雰囲気の中、ついに、ユウの生誕祭の儀が始まる。始まるね。行きましょう。実践か。怖いな、実践だ。有効。ああ、そうだね。3倍になるの大きいね。実践か。ユウの生誕祭の儀、襲撃戦。もう襲撃されること決まってんだもんな、これ。いよいよ、女神最短の儀の幕開けだ。俺たちの読みの成否やいかに、うん、外れるといいな。当たったら敵と戦わなきゃなんないんでしょ。これで音質って選んでたら、俺ら陣取りは音質になって、敵が来なかった、終わったって展開にならなかったのかな。当たる、当たらない、ユードのみぞ知る。ユードさん伸びたな。主よ、何も起こりませんように。うん、マリアにね。いずれにせよ、もう時は動き出してる。今は決めたことを実行に移すだけさ。うん、君たち、緊張感が足りないようだが、間もなく女神最短の儀が行われるのだぞ。妹連れ回してるお前に言われたくないよ、なんか。我々が女神の塔に入っている間、うん、警備が薄くなりそうな場所を特に警戒してくれ。宝物庫ね。宝物庫か、大修道院の、あれね。大修道院ですか。聞いてくださいます、はい、お兄様ったらひどいのです。何、心配だからお前は棺の中にでも隠れていたらどうかなんておっしゃいますのよ。セテスは二人っきりだと、そういう家族間ではそういう冗談も言ってくれるんだな。それは冗談だと言っただろう、フレン。お前は私の後ろにずっといなさい。やめろ、なんかこう優しい頃の人間の頃のディオの声出すのやめろ。君は教師としてしっかり生徒を指揮するように。以上だ。はい、皆さん失礼いたします。儀式の後でまたお会いしましょうね。はい、じゃあね、氷室先生。いつ見てもセテス様って過保護よね。シスコンです、ね、私の兄さんみたい。妹組はちょっと迷惑してるのかな。お兄さんのシスコン気味には。ほら先生、早く身を隠して聖廟へ降りる階段を見張ろうぜ。はい。入り込んだ奴がいれば袋のネズミだ。噛みつかれないようにしながら捕らえてやろう。おいよ。まあ、ネズミだけに噛みつかれないように。まあ戦いにならないのが一番いいんだけど、そうはならないんだろうね。オンラインランキング1位修道士。ああ、この段階で、この段階でソシアルナイトとかなってるやついんの？マジ？本節の資格試験合格。そうだよね、この段階でなれるの、マジかよ。どんだけうまく立ち回って育てたんだろう、それ。すげえな。ほい、で読み込み長いな。始まってんですけど、おかしいな、ならない方がいいのになってめっちゃ来てるんですけど、めっちゃなんかボーンナイトいる。う、死神来てる。つえーつえー、16ってないやー。しかもこれがボスじゃない。うわ、切り出してきそうだし、ダークベイリー。ゴロつけやまない、マジか。ちょっと、そういう感じか。これ何、トラップ。防御か、守備力が上昇する地形、飛行は影響を受けない。あー、なるほどね。こっちは魔法か、そういうことか。でこっちは魔法部隊、こっちが攻撃部隊だけじゃない。じゃあ左側陣取るのがいいね。はいはいはい、左側陣取るのが良くて、魔法部隊が前だから、まあ、弓兵いるけど、魔法が高い子たちが前に出る方がいいでしょう。これでリスティアもなんだかんだで高いよね。
あれ？あ、クロード移動できないんだ今回。あ、クロードと俺って基本的に人形移動できないんだ。そう、これなんか待って、なんか裏道ない？あ、行けないのか別に。なるほどね。これは通行不可能ね。宝物がある。宝物は取っていきたいけどな。いつもなんかさ、町の陣形ばっかり待ってるからな俺。それよか宝物とか取っていきたいんだけど、まあ、宝物いいものが入ってるからか。でもあれか、なんか金銀財宝みたいの手に入れた時は結構高く売れたから。よし、じゃあこれいきましょう。で、復活設定はどうやってやるんですか？ん？復活設定はどうやってやるんですか？あ、ついてる。復活設定か。こういうことね。え、これ大丈夫？バランスブレーカーあったりしない？これでいいよね。そっか、今復活をつけるのはそもそも俺だけなのか。はい。あ、そうでもないのか。フィルちゃん今つけれる。なるほどね。一番戦うのは俺だろうから、俺につけとくのでいいでしょう。ほい。これでいいか。じゃあ、いきますか。一応セーブして。はい。じゃあ、クリアパートです。クリアパートですね、多分。はい。じゃあ、いきましょう。はい。カットじゃい！はい、1回目です。いきます。はい。はい。3日クロードいずれの配送、または、25探偵課とか別のあるな。俺たちの推理が当たったみたいだな。見ろ、お客さんが来てるようだぞ。いや、25探偵課って難しくね？もう中央の奴どもに気づかれたか。わしが棺の封印を解くまで、時を稼げ。そういうことか。それが25探偵課とか。だから3制限もあるのか。え、これ敵の狙いは一番奥の棺か、うん、聖人の遺骨でも奪おうってのかね。棺を開けられる前にさっさと奴らを片付けしまいたいところだが、うん、25体以内に敵将を多く消し棺を守りましょう。気づいたか、この聖領一部の床に何か仕掛けが施されているらしい、うん、そうだね。あれ、なんかマーク違うな。別のもあるな。あれ、攻撃力上がるのかな。敵の武器に応じて戦う場所を見極めながら進んだ方が良さそうだな。そうだね。これ何？回避か、回避床か。あ、それはいいな。フェルディナント・フォン・エーギル。めっちゃ声響くな。めっちゃ声響くやん。私ですか？響くね。あ、サイレス。いいね。あ、車砲いる。車砲は別にいないか。あ、いや、近場のやつサイレスとこ。サイレス。オッケー。ぼちぼち動くか。とりあえず左陣形で行く。焦らず戦おう。みんな左に。私に任せてください。どうして？私ですか？僕の出番のようだな。ガスがヒルダちゃん守る位置に。さあ、どうするんだ。こうね、はい。25か、きついな。死神騎士よ、お主は強いのだ。あ、雇われ？奴らを蹴散らしてきてくれ。あ、死神騎士はお金で雇われてんだ。貴様らの指図を受ける。惰弱な者の相手など退屈なだけ。お前エンジェルで一発で死にそうだな。大丈夫か？いかにも物騒な雰囲気だな。みんな、あの黒い奴には近づくなよ。あ、めちゃくちゃ強かったけどね。おー、リスティアか。あ、ナイスリスティア。あ、ダメか。えぇー、ドゥエーは？は？戻れ、時よ。俺たちの推理があった。はい。もう落ち。はは。はい。敵の狙い、棺。はい。気づいたか？はい。どうした？ああ、俺がボタンを押した。はい。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。私、これ可能か？ですか？私に任せてください。ぼちぼち動くか？クロードはこの位置にいる。クロードに来てくれるか？焦らず戦おう。俺は位置取りとしてこの位置にいる。うわ、油断した。私ですか？一発目でやられると思う。ダメージ高すぎね。
え、これもう本格的に勝てるかどうか怪しくなってきたぞ。いいよね、クロードに来るよね。クロードは反撃できる弓だから。死神貴様、はい、いかにもブス。ああ、え、後ろに来るの。え、あ、よかった、一発か。あ、よかったよかった、まだいい、まだいい、まだいい、これだったらまだいい。マジか、そうなるのか。慎重に頼むぞ。リザイアできるか。反撃受けるな。弓兵だから近づいてか、近づいてか。ここ来ると魔法が来る。まあいいです、一人ずつやっていこう。計略はもったいない、使わない。いいね、反撃できない。イングリッドちゃん来い。イングリッド来たのか、これどっちだ、来てないのか。で、こう移動しといて待機で、どっちだ、ヒルダちゃんがレベルが低いから、ここでサンダーでダメか。あ、そっか、近距離じゃないとやられるのか。クロードが邪魔なのか、この位置に。クロードじゃあここでライブ OK。 はっ、すまない。うわ、こんなにこんなに違う。レオニーでいける。待って、キルダちゃんのレベル上げよう。キルダちゃん戦技でいけるね、 100%OK、 よし。ここで入れるけど反撃封じ、まあ意味はないけど。まだ汗かいちゃった。 OK、 どれくらい上がる。あきついな。でリスティア、リスティア回復。はい、はい、助かるよ。OK、 援護しちゃってこう。でマリアンヌがあそこで攻撃陣形のやつがいるんだよな。でも来ないよね、来ないよね、まだマリアンヌ。大丈夫か、この位置大丈夫か、気をつけないとな。とりあえず回復させとくか。一応怖いから1でもったいないかもしれないけど、レベル上げを兼ねる。これ でマリアンヌも回復。 OK、 これで持ち直した。やっばいね、油断できないなこれ。一応マリアンヌ回避もここで回避で、魔法使い来るよね、あれ。 OKOKOK、 死神、あ、何、なんかもらった、なんかもらった、なんかもらったけど、まあいいや。こいつ攻撃範囲どれくらいある。うーわ、ヒッロ、うーわ、攻撃範囲入るじゃん、ここ。ここ来るのか。こっち向きだな、ね。攻撃範囲に入んないように。うわ、マジ、ダークプリストなのか。うーわ、ヒルダちゃんの離れたとこからの攻撃で。あっ、いやー、弓か、弓でしか生きないのか。この距離だったらどう。 OKOK、 削れるね。同じだね、削ろう。そっかー、弓使い持ちとってほしいかなー。 OK、 あー強え。でここで俺がこの位置から攻撃 97OK、 いけるでしょこれは。外すなよ俺。 OK、賞賛はあった。イングリッドちゃんがそばにいてたけど、おー、オッケーオッケー、かなり上がったで、俺がダメージ受けてるからレオニーに後ろに来てもらって回復。一気にたくさん来ないだけいい、壁があるから今回は。でこうだな、はい。でどうする、どれくらい与えてくるこいつ。16、どれくらい与えてくるのかが分かんないからな。攻撃範囲どこくらい、ここだと来る、ここだと来る。魔法か、魔法上げたところだな。魔法はリスティアが、魔法剣が強くなる。これでいこう、はい、どう。 OKOK、 何も聞こない。であいつの攻撃範囲に入んないように移動して、25ターンだからな、あんま無駄なターン使ってられないんだよねこれ。進もう。マリアンヌ、僕の出番のようだな。あ、きついな。ここは大丈夫、ここは、ここには来る。
シティア。ヒルドちゃんそれとか。この位置。で、この位置。ここは来ない。ここは来る。ここは来ない。オッケー。こうだね。はい。一人ずつ相手しよう。増援はまだ到着しないのか。増援とかやってんのお前ふざけんなよ。奴らの背後をついてくれれば挟み撃ちにできるのだが。だから後ろの通路空いてんだこれ。マジで言ってる。うわ、どんどん攻めよう、どんどん攻めよう。これ今まで防御陣形でやったけど、そんなことやってるとまずいな。届かんな、一歩届かん。一応魔法関係ないけど一個下がっといて。ヒルドちゃんに来るよね。ヒルドちゃん、ヒルドちゃんは上げる方法はないんだけど、こうやるとこれでもヒルドちゃんに来る。ヒルドちゃん硬いけどね割と。この位置で、でレオニーを隣に添えて。レオニーじゃない、お前はレオニーじゃない。いいか。でこうで、スロールこれで、魔法待機で、なんかレオニーこんな遠くにいるか。まあいいし、一発当てるよ。あ、そんな強くないですよ。こいつはいいな、全然余裕だ。 OK で、レオニーで、で、お前レオニーじゃない、こいつはレオニーじゃない。いける、そのまま倒せる、倒せるね。87でいける。はい、オッケー、さすがは僕だな。オッケー、レベル上がった。うわー、伸び悩むな、すごい伸び悩むな。一気に来られるとまずいから、これで、あ、違うな、レオニーじゃない。くそ、お前髪の色でレオニーと間違うんだよ。どれくらい強い、同じか。リシティアできるか。リシティアこの位置で一人呼び寄せる。でその間に回復。 OK、 助かるよ。一体ずつ処理してこう、一体ずつ処理してこう。で一歩前に出とこう。でクロードも前に出とこう。で俺も前に出る。でレオニーもこの位置。 OK、 これでいこう。で、お前か。二人同時きついか。二人同時きついか、やめとくか。一人ずつ行こう。安全に行こう。いくら25ターンって制限ついてるとはいい。11か。リシティア防御つい。うわー、外す。リシティア、外したのか。はっ、あ、びっくりした、びっくりした、びっくりした。怖かった、今。うわー、来たー。よ、しかも黒魔法組じゃねえ、あれ。マジで言ってる。うわ、今のおびき出すべきじゃなかったのか。俺が出るか。俺が出て一発とかならないか。いや、こいつ邪魔、フェルちゃん邪魔だな。とりあえずサイドに行って帰るか。はい、やっ、すみません。 OK、でヒルダちゃんで攻撃3段。うわ、全然減らねえ。あー、魔法高いのか。マリアンヌならどう、攻撃リザイア。あー、そこそこ減るか、そこそこ減るか。はい、OK。 でリシティアの魔法剣で倒せたとしてもなのか。倒せないし、リシティア引くか。一旦リシティア引こう。で回復しとこう。で誰を出すか。俺がこの位置陣取る。そうだ、俺がこの位置陣取ろう。で戦技で倒せるね。オッケー、着実に減らしていこう。加減すべきだ。
あ、魔物斬り。これあれの死神ないと倒せるかもしれないけどね。そうなると。で、レオに行くか。違うな。ベルディナントに前、ベルディナントは攻撃しなきゃいけないのか。でもいいか、いいか、行こう行こう。あ、モーション？オッケー、反撃封じだっけ。よしよしよ、やったやった。で、ここでレオニーで攻撃だ。で、リザイア。全然食らってないけど、まあいいや、はい。魔力は弱いのかな。まあいいでしょう。で、戦技ね。倒せるね、オッケーオッケー。これで処理だ。倒す。はい、25ターンが厳しいかもしれない。で、回復ね。オッケー、回復。マックスいくと結構即死が多いから気をつけないと。で、後ろから来るのを倒すか。魔法使い組ね。あ、どこ行ってるんだ。そっち行くの。前方から来そうだな。で、この魔法使いを倒したい。死神ナイトが来る。うわー、厄介。済むか。もうこうなったら集団リッチだよな。あの白魔法組は動かないのか。黒魔法だもんな。黒魔法2人だもんな。やばい、威力やばいな。下がるか、下がるか。え、お前らそんなに、あ、でも移動するってことか。そっか。じゃあ、じゃあマリアンヌこの位置でサイです。で、黒魔法を封じる。オッケー。確率 100% なんだよね。かなり強い。で、あいつはもう何もできないから多分。で、魔法高いリシティア出して、野望低いヒルダちゃんたちは下がろう一回。下手に受けるとまずいから。俺は来る。で、レオニーも下がる。で、お前も多分魔法低いだろ。下がる。で、ナスはそれなりに高いからこの位置。クロードも前だ。これで迎えると。あっち行くと死神ナイトが来るからこっちに来てもらおう。うわ、この距離で、この距離で、白魔法、あ、黒魔法か。いや、まずくね。うわ、やめてー。うわマジか、そんな強いのこれ。うわー、マジか。リシティアじゃダメだ。焦らず戦おう。かといって俺も一番魔法が高いのは誰だ。リシティアより俺の方が高いか。かといって俺一人で受けるのは無理だから。私ですか。マリアンヌで、サイレスは使っとこう。魔法を封じるね。これダークプリストかこいつ。ドーラファイヤー。うわ、どれもやっばいな。あ、ドーラって白魔法なの。封じよう。はい。で、俺も出る。俺も出る。で、まずやばいから。私ですか。ヒルダちゃんたち。さあ、どうするの。魔法救い組はとにかく逃げてもらって。我が名はフェルディナント・フォン・エーギル。私に任せてください。リシティアもやばいから。こっちかな。僕の出番のようだな。ナスはそこ。ぼちぼち動くか。俺に集中するか。いや、マリアンヌに集中するか。これで分散する。この位置かな。なんか防御っていうコマンドが欲しいよね。で、俺の方を返す。よっ、ありがとう。オッケー。どうこれ。いや、やられるかなこれで。いいね、いいね、行こうか。で、回復する。オッケーオッケーオッケー。いや、でも結構食らうな。うわ、クロード。
うわ動けない。次厄介すぎる。魔法使いで動けないってやばいんだよね。動けないんだよね。戦技3マス先だったら反撃受けない。 OK。 はい、これどうする。魔法使い3人ってマジきついな。俺も動けない。俺は回復する支援するしかない。リスティアはここだもんな。全力で殴る。反撃受けんの。こいつ魔法使いだに反撃してくるの。計略、計略って横向きだっけ。縦一直線か。マリアンヌ、いや魔法封じてもなんか変なのやってくる。計略やってくんだよね。この距離だったら威力は0なのか。1、あ、知れたもんだな。うわ、みんな下げたな。間違いだったかこれ。とりあえずここでこいつを倒せる。倒せない。どうすればいい。カスの人とか出たな。これで誰が来る。一人が来る。待って、みんな回復しよう。まず俺ができることが回復しかないから、もうこの位置からだと。これでクロードを回復すると相手の行動が変わるから。助かったぜ。はい、弱いやつを狙ってくるわけだから変わるんだよ。クロードに集中しちゃったな。レオニーがナスを回復させる。ナスも食らった。計略を食らったのか。だから動けない。フェルニアントは回復持ってない。マリアンヌの威力ゼロ、殺されたけだ。サイです。こいつ封じちゃえば遠いから多分魔法じゃなくて計略せざるを得ないから来れないよね。でなんか狙ってるけどね。死ぬからクロード。イカズチ集団魔法計略だ。これ無理じゃないか。もうすでにこの時点で無理な気がしてる。反撃もらって死ぬだけだな。リスティア 100% だけど、いや計略で減らしてもな。離れて魔法か。エンジェル、俺の方が次第人外だな。イザイア、ドーラ、ウォーブゼット、全部リスティアが死ぬ。まあでもリスティアに来ないんだよね、その後に。その時点でクロード倒せると判断してんだよな、こいつら。レオニーがここで回復。はい、悪い。まあ、4とか3とか回復したとこでだろうな。あ、俺なの、俺なの。お前らの行動基準が分かんないな。めちゃ下手なことしないでいいのかもしれないけど、殺されるよな多分。こっち狙ってないことになってるけど殺されるよな、リスティア。こんなことやると。マリアンヌに来てるのか俺じゃん。マリアンヌを回復しなきゃいけないわ。大丈夫かこれ。マリアンヌリスティアに来る気がするな。これ失敗かな。え、これできるか。フェルディナント行く。うわー、リスティア。あー、マリアンヌ。フェルディナントもやられるっていうか
来るんだったら捨て鉢になってもいいような気がするけどな。ダメだな。いやーきついな。ドロテアちゃんの剣があるから復活しないんだよね。フェルディナントもフェルディナント離れたらどうなる。分散した、分散したか。分散すればなんとか耐えれるか。まだ動ける。ここは回復しとこう。はい、ありがたい。おお、これ嬉しいね。回避があったし。で俺を回復させればいいか。あ、動けない、やることがない。あ、軽略厄介な動きだった。エンジェル、うわー、アリスティア、やめてよ。あー、アリスティア、見え見えだ。あスケスケだぜってやられたくな。一個前に戻すか。そうだね、ここに戻ろう。でもはやまともに戦えるってマリアンヌだけだよね。サイレスは一旦しか効かないから。で一直線の道になるとこっちが逆に不利なんで、相手に来てもらうか。俺が動くべきじゃないのか。相手に来てもらって焦らず戦おう。攻撃組を前に出しとこう。ぼちぼち動くか。さあどうするんだ。パワー高い組、君たちも私ですか。こうやって動くことによってくるな。一歩後ろか。我が名はフェルディナント・フォン。僕の出番のようだな。こう言って、私に任せてください。来るね、この位置かな。こうだよな。相手の方に来てもらおう。これで俺が行くんじゃない。オッケー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 ってタコ殴りにしよう。これでどう。オッケーオッケー。ってことはまずはリシティアで計略、今たった一直線、これで反撃受けずに全員削れる。いけるか、いけるか、いくしかない。見てなさい、みんな一発当たれるから当たってくれ。ああ時間よ、戻れ。きついな。後ろから魔法、魔法打ってもこいつ反撃してくんだよね。それが致命傷なんだよね。マリアンヌだったらそんなにダメージ受けないでいけるけど、与えるダメージも寂しいもんになってしまうね。え、強すぎんだけど。こっちがほぼ死ぬもんな。俺って横だっけ、横の計略だっけ。横の計略か。いけるか。 80%。 あ、そっか、傘あれか、家計か。燃えろ、燃え尽きろ。オータル爆弾 G! オッケー。これで、あー、イングリッドちゃんにやってほしかったな。支援してほしかった。リシティア狙いか。 リシティア絶対殺せまんか。戦技、うーす、倒せない。計略 40% か、きついな。リシティアが合ってればな、可能性はあった。戦技96。いいでしょう、いいでしょう、96でいいでしょう。戦技いいね、倒そう。オッケー、まず1人。よし、3人いるときついけど、できれば1人いっちゃえばあとは耐えれる。 AC マックスだったら1回は耐えれるんだよ、みんな。オッケー。でレオニーは魔法が少ないからあんま前に出したくない。ヒルドちゃんもそうだ。
この位置から戦技で遠い、あ、遠い方いけない、もう一歩前戦技で、お前か、でも反撃受けないか、それだったらレオニーでも同じだよだよね、防御高いやつ、この状況だったらお前は誰にやってくる、俺か、だったら別にいいか、だったらクロードで撃っちゃうのでいいか、ほい、おいやー、魔法使い怖すぎんな、まあ、弓も怖いとかみんな怖いんだよな、悪いが俺の勝ちだ、スペックの違いがすごいことになってるから、ほい、で、おお、すげえ、めっちゃ上がった、これはいいな、プラス1以上ないのかな、 OK で、ヒルダちゃんは防御が低いんで俺狙ってくるから、まあ、ちょっと俺が耐えよう、下手にサイレンとかしない方がいいよ、回復してもいいんだけどちょっと無駄だから、ここは一体耐えろ、はい、で来るよね、ファイヤーね、反撃はできない、 OK、 ただ、もう終わりでしょ、これで相打ちになるな、下手するとファイヤー、はい、96% もあれば大丈夫です、 OK、 これでいいだろ、で俺が上がると、あ、成長最近悪いけどな、どうかな、あー微妙、はい、普通ぐらい、はい、じゃあ一旦ちょっと時間が来てるのでパート一体ここで区切ろうかなと思います、はい、ありがとうございました、ありがとうねー。